2020明治安田生命 J3 リーグの第18節です。ガンバ大阪 U23 対ロアッソ熊本の一戦をパナソニックスタジアム吹田から深澤家の実況でお送りしてまいります。さあ両チームの選手が今ピッチに姿を現してまいりました。さあそれではホームのガンバ大阪 U23 のスターティングオーダーからご紹介してまいります。キーパー一森です。そしてディフェンス3枚前節からはガラッと変えています。松田奥のでセンターに新田が今日はオーバーエイジで入ります。そして中盤です。アンカーに柴本、右に白井で左黒川、中に伊勢と塚本が並んで2トップで遠山高木です。さあ一方のアウェイの熊本です。キーパー内山、そしてディフェンスが右から黒木、小笠原、姿石川と並びます。アンカーに川原で、インサイドハーフ伊藤と上村、そして3トップで中原右、左谷口で、センターには高橋俊樹戻ってきました。中原がセット、ニアサイド、そのままこぼれていって体に当てていきました。さあ谷口が待って、さっこどうか、ヒールで流して右足、最後は伊藤に預けていきました。いや流れるようなパスワークを見せていきました。ここでヒールです、中原、そして最後伊藤、ここから左足、おディフェンス、今も新里だったでしょうか。ヘッドでクロスバー、まだインプレー、もう一度落ち着かせる二次攻撃。さあこのセカンドボールも大事です。熊本中にまだメンバー残っている、パンチングこぼれたところ、おお、ここは直接川原、もっとシュートを増やしていきたいと話していましたが、ここは積極的に打っていきました。一つ下げて石川、ちょっとダイレクトで繋いでいく谷口、谷口、石川、狭いところをミッシュ打ちだから打ってきたが、ゴーっと最後は体勢崩しながらジャンピングボレーは伊藤でした。体勢崩しながら伊藤が、あのボディバランス、黒木が中に切り込んでいきますが、まだ中原が持っています。伊藤左足でグラウンダー収めて、もう一度落として中原かわしてシュート、はい、まず最初の交代カードを切ってきたのはガンバです。今日は左サイドバックを務めていました黒川に変えて山口達也です。高木、遠山あたりがボックス内を伺いますが、山口、おっと山口のシュート決まった、あの位置から決めていきました。いやそこから振り抜いていきました。このミドルシュート、変わって入ってすぐに大きな仕事をやってのけました山口です。さあ今度カンパボール、遠山に入るか、2人対応しますが狙ってきたがわずかに外れました。ポストかするぐらいのシュート、さあここで石川に入る、白井がつく、マイナスへのドリブルでしたけども、もしかし岡本です、フォローに来ました、フェイントかけて、フェイントかけて、ここからシュートはクロスバーの上、谷口でした。シュートフェイントから相手を完全に置き去りにしてというところ、ここですね。相手ボールになります。中原、あ、これ奪い返した、遠山かわしてくるか、かわしたかわした、さあそしてこれ横に流してフリーで打ってきてゴール、ガンバ2点目、白井今シーズンの3ゴール目、
ガンバが追加点を挙げてきました。遠山倒れませんでした。そして白井がここに来て打っていっての2点目。その川原前編前線へ送っていきますが、これがタッチ。そしてここで長い笛。ガンバ大阪 U23 が連敗4でストップです。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。